旅行内実報なし、異物なし。OK。 今日も磨いていきます。なんか触ってるとやっぱ銃のこの先の部分結構ボコボコして変形してるとこあるんですよね。中古の銃なんで持ってた方がぶつかったのかな。でもまあ普通に発射するし、何かここで止まるわけでもないから今と大丈夫なんですかね。ちゃんと点検もして、それで OK は出てる銃なので、点検してもらってるやつなんで。どういうラインかな？掃除の仕方がどんどんツルツルになるのかな？なんか違うな。夜磨くのと昼間磨くの違うな。よう見えるな。次、綿棒とか用意しよう、綿棒。ちょっと細かいとこ入れたいよね。きれいにしたいな。近々家に行きたいな。射撃場に。また射撃場で撃つのと、狩猟するときの狩猟場、動物を撃つときって全然違うんだろうな。まだ僕は狩猟免許を取ったばっかりで、一応銃の、所持の許可はもう結構もう3年以上経ったのかな？ 2 年経ったのかな？更新を1回してるので、結構経つんですけども、狩猟免許を取ったのは最近なので、まだ狩猟には行けないんですよね。狩猟行くには狩猟免許を取って、今度は狩猟をするための登録書を登録しないといけないですね。登録して、で、もちろん、猟友会にも、まあ、入らなくてもいいんですけど、入んないと、保険やなんやらがね、またね、大変みたいですね、個人で、そう、入るのはね。保険入らなくてもいいんじゃないかっていう、そういう問題ではないみたいですね。
真剣してないかな、まあ、今日は、ね、ちょっとよいしょ、なし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 、はい。木の部分がな、お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 、え？ぶつけてもうた。お。ごめん。びっくりした。気をつけないと。何を落としたか忘れてた。その木の部分のね、こう拭くのが難しいというか、なんかもっといい拭き方はないかな。すーげー布がついてくる。あ、全然磨いてると違いますね、光がね、光輝き具合がなんかだんだん違くなってきてるような気がするんだよな。今までちゃんとこうやって磨かなかったからな。いいね、綺麗になってくれ。家で、銃を買った時の人がなかなか、買ったきりになってしまってアドバイスをいただけなかったので、この前、狩猟をまあまあ、いつもうちに行ってる射撃場の社長さんにいろいろお話聞いて、ちょっと銃の点検も踏まえてしてもらったりとか、なるべく普段からこうやって肩つけるグッと入れて構える練習を家でしろって言われてますよね。なんかこれを肩つけるところが最初の頃ちょっといろいろやっぱこっちをつけちゃったりいろいろなんかしたんですけど、丸くして腕丸くしてここへこむところに入れろっていうのを教わりましたね。よし。ああとですね、私がいつも最後書いてるのはですね、この点検のね記録をちゃんとしないといけないですね。保管庫のね点検記録いうので、一応いつ点検したかっていうのと、まあ、時間で、異常があったかないかも確認してます。いつも今日は10月の28日、ただいまの時間は11時50分。異常はなし、ゲイ、まあ、こんな感じでしっかりとね、犬も書いて、で、銃はバラバラにしていつも保管をします。こんな感じです。よし、明日も
10を記念します。えい。